ヌリセクンドゥス号イギリス陸軍飛行船ナンバーワンヌリセクンドゥス号はイギリス最初の軍用飛行船となった反公式飛行船で1907年9月10日に初飛行したヌリセクンドゥス号は当初ジェームズ・テンプラーによって開発が始められイギリス公兵隊のジョン・キャバートサミュエル・フランクリン・コーディによって完成されたコーディは操縦装置とエンジンを担当した 大ファンボロで製作され、50馬力のアントワネットエンジンが搭載された。1907年10月5日、カンボローからロンドンへの飛行を行い、人々が飛行を見ることになった。キャバーとコーディが操縦したヌリセクンドゥス号は、ロンドン上空を飛行し、セントポール大聖堂で旋回して、ファンボロに帰還しようとしたが、時速29キロメートルの向かい風に妨げられて、 クリスタルパレスに着陸した。3時間25分かけて8 0トルの飛行であった。10月10日、強風による被害を避けるためにクリスタルパレスに経留してあったが、風によって吹き薄ぶられて何本かの経留ロープは外れた。昨日の裂け目は進展した。残骸の一部は解体されて、ファーンボロに運ばれ、ヌリセクンドス2の製作に用いられた。 ありがとうございます。